中を伺って長澤へは通りませんでした。ただまだあります。20の阿部拓磨が拾って長戸がシュートに行きました。そしてこぼれ球を詰め込んだ道口のゴールが決まった。この時間先制はベガルタ仙台。舞台入れましたよね。右サイドで石原が粘って競り勝ってからですよね。いや長澤もすごい長い距離スプリントしましたからね。でこぼれ球拾って阿部からですよね。これ道口狙って走ってましたよね。いいところに入り込んでいました。まあ、出てくるかもしれないというふうにかけてましたね。いいゴールです。